はい、こんにちは。今日は5分間大胸筋トレーニング一緒にやっていきましょう。めちゃめちゃきついです、腕立て伏せで。上級者向けになってますんで、これまでの腕立て伏せに慣れてしまった方、もっときついになりたい方、一緒にやってみましょう。しっかり肩側ずつ胸をストレッチさせましょう。ここからノーマル、テンポも速く。5、4、3、2、1、はい、今みたいに途中で腕立て伏せ切り替えていくプログラムになっていくんで、ぜひ、ね、ついてきてください。でも1セット結構胸パンパンでしょう。3、次はリバースグリップ、1、いきましょう。Start workout。 片足上げて、膝つきましょう。5、4、3、2、1、インターバル。よし、はい、胸がパンパンです。一回一回マッスルコントロール、胸意識しながら行うだけで全然違ってきますので、ぜひその胸の伸び縮みを感じてください。ちょっと長めの休憩しましょう。3、さあ行きますよ。2、次は脇を締めて、1、Start workout。膝つきで大胸筋の内側まで絞るようなイメージで行いましょう。5、4、3、2、1、インターバル。よし、さあここから2曲目組んで、もうちょっとですね、折り返して頑張っていきましょう。でかい大胸筋手に入れたいですか？手に入れたいですよね。はい、ここで追い込めるかどうかが鍵になってきますから、筋肉がきついとこからいかに限界を超えるか。膝つきましょう。5、4、3、2、1、インターバル。よし、ちょっと休んで。ふわ、きつい、パンパンですよ胸。ここからちょっと肩側ずつ行ってきますから、横になって準備しましょう。で、内側まで狙っていきますので、グッと押し込んだら大胸筋の内側が収縮するようなイメージで行っていきましょう。まず左手を前について上げる。できるだけ最後まで押し込むように。反対いきますよ。押し込んで、そしたら手を合わせて前に押す。これも大胸筋の内側がすごい強烈にパンプしますから、グッと押し込んで、3、2、1、インターバル。 OK、 さあラストスパート、最後はできるだけ速いプッシュアップやっていきましょう。最後の最後、追い込んででかい大胸筋を作っていきましょう。頑張って、スタートワークアウト。
膝ついて。5 4 3 2 1 interval。 はい、お疲れ様でした。今日の大胸筋プログラムいかがだったでしょうか。もう大胸筋全体がパンパンになってると思います。はい、また一緒にトレーニングして大胸筋、大きなね大胸筋作っていきましょう。今日みたいな動画いいねと思ったら高評価とね、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。